えー、こんにちは。即解塾の久保です。まあ、世の中すべてお金か、みたいなね、ことを言う人がいますけども、さあ、その辺どうなんでしょうか。あ前回ね、花屋龍馬さんの動画に対してあの、未来は分からないというキーワードがね、何回か出てきたんで、いやそうではないですよ、と。別に未来が分からない、分からないものもありますけども、でも、きちんとね、情報を集めていって、未来を分からおうとすれば、これは分かるんだよ、というね、そんな考え方もあると。 孫正松さんはまさにそう言ってるんですよ。仮に投資をする人、未来が分からないなら投資はできないってことになっちゃいます。その投資を成功させるために未来を分かろうとしているからこそ、そこにたどり着いた人は投資でうまくいくんじゃないかなと思いますよね。もちろんたまたまうまくいく人もいるでしょう。でも、投資をするということは未来を分かろうとしているという、その入り口に立っていることだと思うんですよ。よくこういう言葉を使う人がいます。 想定外だったと、ね、これは未来を考える力が及んでいなかったっていうことですよね。だから想定外はどんな時でも起きるんですけども、じゃあ逆に想定内だったってことはどういうことかっていうことなんですよね。想定内だったってことは未来の予測が成功したってことなんですよ。つまりここに未来は分からないという言葉がね、本当にそうなのかなと思わせる、そんな要素が入ってるってことなんですよ。は さあ、それではね、資本主義のことについてちょっとお話していきますけども、資本主義の世界ではお金を持っている人が勝ちという、ね、概念も、これもね、よく考えてみるとそうではないことに気づくんですよ。実はね、資本主義経済の中で誰が一番強いのか、資本を持った人、お金をたくさん持っている人が強いんですかってことなんですけども、実はその勝ち方もあるけどねっていうセリフなんですよ、これは。実は、 資本を持っている人が強いのではなくて資本を動かしている人が強いんですよねこれはねだから自分ではお金が全くなくても資本を全く持っていなくても資本を持っている人の資本をこっちからこっちに移しましたという間の手数料が取れればいいわけなんですよでたくさんお金を持っている人はそのお金を増やす能力自力で持っている人もいますよ自力でその資本を動かす能力を持っている人もいますけども大体 資本を動かす能力の高い人に外注してるわけなんですよいわゆる専門家にね。じゃあ専門家はもともとお金持ちなんでしょうか最近オリンピックがありましたよね。じゃあオリンピックの選手ってもともと御曹司なんでしょうかもともと全てが整ってる人なんでしょうかいやおそらく違うんですよ。うん。自分という資本がお金になかったわけですから体というものを資本に換算してそして自分の体を動かすことによって いろんなな代表選手になってですね、オリンピックにも出て結果オリンピックに出ることによってこっちの組織委員会のお金とこっちの広告費っていうのが入れ替わったりとかするその資本の流動を起こすその一員として君臨してるんじゃないかなと思うんですよだから結果としてまあ手数料というね言い方をすれば身も蓋もないんですけどもはっきり言って手数料ですねた、 役者として手数料が入っていという仕組みなんですよねでもオリンピック選手は一番儲けてるんでしょうか違いますよねオリンピックというものを主催している人が一番儲けてるんですよオリンピック選手の日当なんていうのは雀の涙なんですよねこれは多くの人がなかなか言えないことですけども資本主義というのはそういうことなんですよね誰が一番儲けてるのかそれは結局は資本を動かすことに成功した人なんですよ 資本を動かすことに成功した人オリンピックの組織委員会の役員になった人まさにそこにいるんですよねつまり資本主義経済の中で誰が勝ち得るかお金をたくさん持ってる人も勝ち得るんですがお金がなくても権力を持ってる人が勝っててるあとね乱暴の話ですけども暴力の強い人も資本主義経済の中で勝つことができます自分にはお金がなくてもお金そのものがなくてもですね それを奪ってくることができれば結局勝てちゃうんですよね。その暴力を合法的にやるのか非合法的にやるのかっていうところがあるだけで実は暴力腕力で資本主義を支配することもできるんですよね。そして知力ですよね。知恵によって資本主義を操ることもできます。資本主義経済を乗りこなし自分にはお金も腕力もないけども頭の良さで資本を あっちからこっちを動かして手数料を引っこ抜きまくってそしてもともと資本があった人がいつの間にか資本をね分散していわゆる一文無しになっていくっていう話もよく聞きましたよねで一文無しだった人が今度はね巨大資本家になっていくといわゆる下克上が起きるのがこの資本主義経済の世の中なんですよで下克上っていうのはいわゆる最下層の人たちとか恵まれない人たちとかねうん資本の少ない人にとってはチャンスのような言葉なんですけども しかし、資本主義経済の世の中っていうのは、すでにその地位を確立した人には、もうね、目、うん、厄介でしかないんですよ。資本主義っていうのは。社会主義にしたいんですよ。金を持った人とか、権力を持った人とか、知恵を持った人とか、腕力を持った人っていうのはね。もう社会主義にしたいんですよ。管理社会にしたいんですよ。つまり、身分が入れ替わらない社会にしないと、自分がいつね、寝首をかかるか分からないんですよね。ということで、 資本主義経済が行き着いたら社会主義経済になるということなんですよねはいじゃあここで一つね私なりの結論が出ました未来を想定すると資本主義っていうのは社会主義に人類が向かうための一工程であるということなんですよね途中の段取りなんですよねだから資本主義がパーフェクトなものではないっていうことなんですよつまりこの話を聞いてねなるほどと思った人は 共産主義や社会主義がなんでね、支持されるのかってことを少しだけ理解したことになるんじゃないかなと思いますよね。はい。えー、じゃあね、じゃあ資本って何なのかって。資本ってのはお金なのか。イコールなのか。違うんですよ、ね。一つのいい例を申し上げます。これ前もお話したかもしれませんけども、もちろんね、1億円という資本を持っている人が年利3%で回せば、自動的に300万入ってくるという、年間で300万円の 力を持つことになりますでも1億円持ってない人でも頑張って働ける人が1年間働けば300万円とか生まれるんですよつまり1億円持ってる人も1億円なんて持ってない人0円しかない人ねもう対等の利回りを出すことができるこれを金融資本人的資本っていうふうな言い方ができるんですよじゃああなたはねどんな資本を持ってますかとその資本力はいくらですかと年間で300万円ですかっていうことを 自分に置き換えてみると、資本主義の形っていうのが少しは見えてくるんじゃないかなと思いますね。はい。えー、特にね、難しいことを言ってるつもりはありません。そして教わらないとわからないことでもありません。これは世の中をぐるっと見れば当たり前のようにわかることだと私は思うんですけどね。それでは、いってらっしゃい。